舞姫はバラカ桜族の桜。江戸悲願系の幸い品種の桜で、公益財団法人日本への絵が八重辺にしだれの未章から作出した八重桜。花は八重辺にしだれと同様の形態だが樹形がしだれないのが、特徴樹高は高木で、樹形は坂月城。八重咲きでチューリンの花を咲かせ、花弁の色は淡紅色。東京の夏季は4月上中旬で、 ソメイヨシノの少し後に咲く。親のヤエベニシダレと同じく、エドヒガンの特徴を受け継ぎ葉より先に花が展開する。花の形態も、ヤエベニシダレと似るが、樹形がしだれないのが大きな違いである。エドヒガンは、病気に強く寿命が長いので、マイもこの特徴を受け継ぎ、ソメイヨシノで問題になっている、天狗草病への耐性が強いと考えられている。日本家の会が、 創立50周年を記念して作出した幸い品種である。作出のきっかけは、日本下の会の有機農場の桜見本園を訪れた見学者から、同会で作出した品種はどれかと問われたことであった。同会は、桜の名所づくりに適した、花が美しく、丈夫で、特徴のある桜を選抜し各地に配布してきた実績はあるが、 独自の栽培品種を作出した実績はなかったので、これを機に、独自の栽培品種の作出を開始した。1997年6月に、同会の桜見本園で19種類21個体の桜から合計200粒ほどの種子を取り、翌1998年3月に発種し、このうち発芽して育成した57本のうち、新しい品種特性を持ち有料個体であった。 八重部西誰の未章から、舞姫が誕生した。命名は、同会の開放誌や公式サイトを介した公募で行われた。84件の応募があり、新しい桜をイメージできること、親しみを感じること、呼びやすいことを条件に14件に絞り込まれ、最終的に舞姫に決定した。応募者によると、開放誌に掲載された新品種の写真を見て、 明治時代の六名館でフリルのついたドレスを着て踊る貴婦人を連想しての命名であった。2012年5月の同会の創立50周年記念式典で初披露され、同年秋より配布され始めた。2011年8月に種苗法に基づく品種登録をしたため増殖等の利用には日本家の会の許諾が必要である。 日本下の海有機農場の舞姫の原木2本、茨城県有機市の日本下の海の有機農場の桜見本園に原木が2本あるほか、小説舞姫と関連して島根県津和野町の森尾外の聖火にも植栽された。また、東京の上野恩賜公園と千鳥が淵緑道にも植栽されている。ありがとうございます。